レイライン学を続けるためには他人を犠牲にしなければならないのか。ゼノミリタリー。一本の人参で私はここに来た。あいつらのせいで全部台無しだ。元気そうですね。ゼノミリタリーは計画書をしまい、がっかりした様子で会場を出て行って、やっと反撃ができました。素敵なトリックでしたね。ありがとうございました、スビスティ同士。名前を言いたがらない正義感に満ちた勇士のおかげです。私は何もしてない。同志として当たり前の行為です。ゼノミリタリーの強権に抵抗するならあのくらいしないと。スビスティ同士、もっと自信を持ってください。あんなやり口じゃ奴らと変わらなくないか。だとしても動かないと。私がここに来た目的はそのためです。動くために？ミス・ヴィラ、どうやら認識に誤りがあるようだ。私はそんなに大きな期待を寄せられるような存在じゃないよ。私は所属機関を持たない、名もない学者でしかない。ゼノミリタリーの決議に影響を与えられるような学術的背景もない。認識に誤りがあるのはあなたの方です、スビスティ同士。レイライン学はあなたが想像しているような不人気学科じゃありません。子供たちにも多大なる影響を与えてますし、彼らはより広い世界に関心を持つようになりました。より立体的で繊細な世界です。レイライン学のおかげで子供たちはよく質問をするようになりました。オーロラは星が吐いた泡なの？オーロラの線って綺麗なレイライン図みたいだね。オーロラもレイライン学者なの？って。レイライン学はその根本から論理的推論で成り立っている学派だ。学派は小さいくせに野心が大きい。この数十年間、ごく少数の趣味でしかなかったんだ。やがてその数は減り、今に至る。え？おっ！ご覧の通り、これは皮膚病ではなく、私の過去を表します。ルサールカとしての過去です。ルサールカ？伝説の人魚？はい。人里離れた北に生息する種族です。数百年にわたる人間との交流は、敵視、強奪及び殺戮だけ。この数十年でようやく正しい交流を持つようになり、私が生まれました。私は人間社会で険しい数十年を送り、人間の暮らしに慣れたつもりでした。ですが、現実は思ったようにうまくいきませんでした。人間社会は私のような生き物を歓迎してはくれなかったんです。受け入れるより、蔑んだり、もてあそぶ方が性に合っていたようで。ルサールカも人間社会を歩き回る根血の人魚が許せなかった。モスクワやサンクトペテルブルグで隠れて暮らす私の選択を受け入れてはくれませんでした。彼らは私というお天を捕まえ、洗礼と浄化をさせようと必死でした。そうか。それは辛かったな。ええ。数世紀にわたり続けられてきたルサールカに対する汚名の数々。ルサールカが人間の船を襲う理由もまた、数世紀にわたる血脈に刻み込まれた因ね。これほどまでに長くて深い憎しみが簡単に消えるはずないでしょう。私もそう思ってました。この町と出会うまでは。人間とルサールカが共に暮らせる素晴らしい世界。それはちゃんと存在するんだと確信を持つことができました。ライア式ではみんなが自身の力で輝くことができます。それは人間だけでなく、ルサールカも、もちろんあなたのようなレイライン学者も同じです。教養ではありませんから、負担に思わないでください。何があっても、あなたはライア式の友人です。でも、夢は決して手が届かない存在なんかじゃありません。環境研究の編集者を説得したんだ。そしたら、私たちの報告書を載せてもいいって。でも、5000文字以内にまとめろってさ。位置も最後の数ページに制限されるけど。でも、これはいい始まりだと思う。レイライン学を復興させる第一歩だ。俺はもう、諦めるつもりだ。他の研究をする、都市計画とか、景観デザインとか。少なくとも、それでなら、食っていけるだろうから。レイライン学は時代に捨てられたんだわ。みんな科学継承から外れた存在だって言ってる。未来のない学派、根拠のないアルカナム運動だって。アルカニストの討論に参加しようとしたけど、レイラ音楽を耳にしたことがある人はほぼいなかった。みんなラプラスの先進的な報告書とか、もっと面白みのある学会の話に興味を持ってる。他にも、ローレンツ・バタフライが署名された文章にあるカオスエネルギーのサンプルとか。レイライン学は、儚い夢だったのか。役に立ちたい気持ちは山々だが、レイライン学の検証には大量の人力と財力が必要になるし、常に危険と隣り合わせだ。ゼノミリタリーでさえ投資してくれない学科だ。専門家というのは数えきれないほどの研究成果を出す。だから互いに検証することができる。私は師匠すら失った存在だ。レイラ院学がさほど君たちの役に立つとは思えない。そうですか。誠実に教えてくださりありがとうございます、ツビスティ同士。申し訳ない。いえ、それでは。さよなら、ミス・ヴィラ。待ってください、ツビスティ同士。次の授業を忘れずに、子供たちが待ってますよ。でも街は。それでも暮らしは続きます。少なくとも、今はまだ前を向いて歩かないと。そうでしょ？わかった。